俺の名前は高一。先月いっぱいで定年退職した65歳。新卒で入社してから43年間勤め上げた。嫁のひろみは若い頃は俺の元上司だった。俺たちが結婚するまでの馴れ初めは少し複雑な事情が絡んでいる。ひろみと出会ったのは俺が26歳の時だ。俺にはハルカという名前の当時3歳になる娘がいた。俺は男で一つで娘を育てるシングルファザーだった。だがハルカは俺の実の娘ではなく養子だった。彼女の本当の母親はミカコという。俺はミカコの弟で亡くなった姉の代わりにハルカを育てていた。ミカコはハルカを産んですぐに男に逃げられ、未婚の母として女手一つで子育てをしていた。だが不運なことに3年前に交通事故で亡くなってしまった。ハルカを連れてスーパーに買い物に行く途中、飲酒運転のトラックにはねられたんだ。ミカコは救急車で病院に運ばれたが間もなく亡くなった。彼女は引かれる直前ハルカを抱きしめてかばったので、ハルカは小さな怪我を負ったものの命に別状はなかった。ミカコが未婚の母になる決意をしたとき、両親は反対して縁を切ると言って怒った。しかしミカコは譲らず、絶対に赤ちゃんを産み自分の手で立派に育てると主張した。とても穏やかで怒ったところを見たことがない姉が強い口調で決意を口にする姿を見て、俺だけはミカコの味方になって支えようと決めた。彼女が亡くなってから彼女の意思を引き継ぎハルカを引き取る決断をしたのもそれが理由だった。事故直後ハルカはまだ3歳で、最初は何が起こったのかもよく分かっていないようだった。けれど子供ながらにママが二度と戻ってこないと理解すると毎日泣いた。俺も姉を亡くしたショックは大きく、一緒に泣きたい気分だったがぐっとこらえた。パパが弱気でいちゃダメだと自分に言い聞かせ、ハルカを立派に育て上げることだけを考え、仕事と子育てに奮闘した。男で一つで娘を育てるのは本当に大変だったが、一日一日を気合を入れて乗り切った。事故から3年が経ち、ハルカが小学校に入学すると子育ても少し楽になった。そして俺の気持ちも多少落ち着いてきた。ヒロミと出会ったのはそんな時だった。4月の異動で本社から転任してきた係長がヒロミだった。彼女は俺より2歳年上で当時32歳だった。当時の感覚で言えば32歳で未婚の女性は売れ残り扱いされる。ヒロミはとても美人だったのに独身だということは、容姿以外にとんでもない欠点があるに違いないと俺は考えた。その予想は当たっていた。移動してきて1週間もしないうちに俺は彼女のことが嫌いになった。彼女は性格もきついし、いつもピリピリしていて些細なことですぐ怒った。彼女は元ヤンだという噂もあり、本社から支社に飛ばされたのもきっとこの性格のせいだと思った。俺はよく彼女に怒られたが、適当に返事をしてやり過ごしていた。事件が起こったのはその年の8月だった。はるかは学校が夏休みで、俺が仕事の間は実家に預けていた。美加子が亡くなる前は両親は彼女と縁を切ると言い張り、子育てにも一切関与しなかった。だが彼女が亡くなると罪悪感を感じたのか、積極的にハルカの面倒を見てくれるようになった。俺としてはそんな両親はひどい人間だとしか思えなかった。だが小学1年生のハルカを家に一人で置いておくのは心配なので、苦渋の決断で実家に預けていた。その日はハルカの誕生日で、俺は仕事を午前で早退し、
プレゼントやケーキを買って早めに実家に行くつもりだった。早退は前から申請していたし、同僚も俺の家族のことを理解してくれていたので心よく送り出してくれた。ひろみの態度だけが違った。ちょっと光一さん、こんな忙しい時に早退するの？どうしても外せない用事なのですみません。仕事よりも大事な用事があるっていうの？俺は普段ひろみのこういう小言は適当に受け流していた。だけどこの時は遥かのことを軽んじられた気がして、一瞬頭に血が昇った。係長にはわからないかもしれませんが、俺には大切な娘がいますので。それに休暇の申請は前から出していましたし、係長が口出しする権利ないですよね。俺は思わず声を荒げてしまい、はっと我に返った。普段イライラしているひろみを嫌っていたのに、感情的に対抗してしまったことが気まずかった。すみません、お先に失礼します。と言って俺はそそくさと職場を出た。俺にとって何よりも最優先なのは娘の幸せだ。上司に歯向かったのは少し罪悪感も感じたが、これから遥かの誕生日を祝うのだから職場のことは一旦忘れることにした。翌日出勤すると信じられないことが起こった。朝一でひろみが俺のデスクまでやってきて、いきなり紙袋を渡してきた。これ娘さんに渡してくれる？袋の中には小学生用のノートや鉛筆などの文房具が入っていた。可愛い色や柄で遥かが見たら喜ぶだろう。だけどこのまま受け取るわけにはいかなかった。なんでこんなもの。昨日誕生日だったのよね。私からのプレゼントだと言って渡してちょうだい。いや、受け取れませんよ。知らない人からプレゼントなんて娘も困惑すると思いますし。娘さんは覚えてないでしょうけど、会ったことはあるわ。は？会ったことあるっていつですか？いつもの彼女なら物分かりの悪い俺に対してイライラし始めるはずが、その時は笑顔を浮かべていた。私は大学時代美香子の親友だったの。彼女のお葬式であなたとも遥ちゃんとも会っているわ。は？俺は愕然とした。美香子の大学時代の話はあまりよく知らないが、仲良しの女友達がいるという話は耳にしていた。確か美香子が未婚の母になる決断をする前も、相手の男を説得するために力を尽くしてくれたと聞いた。その優しい人と目の前にいるひろみが同一人物だとはにわかには信じられなかった。だがひろみは大学時代の美香子のことをよく知っていて、嘘をついているわけじゃないことは明らかだった。心優しい女神のようだった美香子と怒りっぽいひろみが親友だとは意外すぎる事実だった。その日からひろみの態度はガラリと変わった。今までは誰に対しても小言を言う嫌な上司だったのが、俺にだけデレデレと優しくしてくるようになった。このままでは俺がひろみに取り入ったとか変な噂になってしまう。それにいくら彼女が姉の親友だったとはいえ、その関係を仕事まで持ち込まれるのは迷惑だった。係長、そういう態度はやめてもらえますか。変に優しくされると不快です。と俺は本人にはっきりと言った。どうして？光一さんの言い分では家族のために仕事を早退するのは正しいことなんでしょ？だったら私だって親友の娘を思ったり、その子を育てている光一さんに優しくしてもいいはずじゃない。仕事を早退して娘の誕生日を祝うのと、仕事中もデレデレしてくるのとでは話が違います。そうは言うけど、あなたは遥ちゃんに会わせてくれないじゃない。それはそうですけど。あなたから言いにくいなら美香子との関係は私が説明するわ。だから会わせてちょうだい。
わかりました。正直なところ、このまま永遠にヒロミを娘から遠ざけておくわけにもいかないので、俺はしぶしぶ彼女たちを会わせることに決めた。その週の金曜日、俺は仕事を終えると、はるかを連れてレストランに出かけた。そこでヒロミと待ち合わせをしていた。レストランの前で待っているヒロミを見た瞬間、はるかは突然走り出した。ママと言って、はるかはヒロミの足につかまり、じゃれついた。ヒロミは穏やかな顔で腰を曲げ、はるかの頭を優しく撫でた。美香子が亡くなる前にも、はるかは同じようにママに甘えて、頭を撫でてもらっていた。今そこにいるのは、優しかったママではなく、怒りっぽいヒロミだ。それなのに、俺は一瞬、昔の家族三人で幸せだった時の光景を思い出し、目が潤んだ。ヒロミは、今まで見たことがないくらい穏やかな顔をしていて、それが少し美香子に似ている気がした。はるかが美香子とヒロミを見間違えたのもわかる気がした。私ははるかちゃんのママじゃないのよ。ママのお友達なの。とヒロミに言われて、はるかは人違いに気づいたようだった。だけど、しがみついて手を離さず、こう言った。ねえ、ママはどこに行っちゃったの？お友達なら、ママがどこにいるかわかる？はるかの言葉はとても可憐で、俺は思わず泣きそうだった。美香子が亡くなったことは何度も説明していたが、はるかはまだ小学1年生だ。いつかママが戻ってきてくれると、心のどこかで信じていても無理はない。ママは遠いところに行ってしまって、私もはるかちゃんももう会えないわ。だけど、と言って、ヒロミはちらっと俺の方を見た。俺は嫌な予感がした。はるかちゃんが寂しいなら、私がママになってあげる。ちょっと、何言ってるんですか？俺は慌ててヒロミを止めた。はるかのママになるというのは、イコール、俺と結婚するということだ。可愛い娘の願いは何でも叶えてあげたかったが、ヒロミと結婚して幸せになれるビジョンが描けなかった。だけど、はるかはヒロミのことがとても気に入った様子で、食事中も終始楽しそうに話しかけていた。娘の願いと自分の幸せを天秤にかけ、俺は悩んだ。そして、結婚のことは一旦置いておいて、ヒロミとプライベートな交流を続けていくことを選んだ。俺は内心、彼女と結婚なんて絶対ありえないと思っていた。はるかが成長し、大人の事情がわかるようになったら、ヒロミとも疎遠になっていくだろうと高をくくっていた。だけど、結果は、俺の考えとは真逆になった。俺は次第に、ヒロミのことを家族として受け入れる気持ちが出てきた。はるかと出会ってからの彼女は、今までとは全く違って、優しく、思いやりのある姿を見せた。まるで付き物が落ちたかのようで、職場での態度もまるっきり変わった。休日には、俺と、ヒロミと、はるかの3人で、動物園や水族館に出かけ、一緒に食事をした。いつの間にかそれが、俺にとっての安らぎの時間になっていた。ヒロミに対して、俺は恋をしたわけじゃなかったかもしれない。だけど、家族として、これから先一緒に暮らしていきたい、大切にしたいという愛を感じた。それがヒロミと結婚した理由だった。俺が32歳、ヒロミが34歳の時のことだ。ヒロミはその1年後、俺との間に女の子を産んだ。高齢出産だったから心配だったが、母子ともに健康で退院してきてくれた。はるかは年の離れた妹を可愛がり、私がお世話するからママは座ってて、と言って妹の面倒を見てくれた。ヒロミは二人の娘を分け隔てなく愛して、しっかりと育て上げてくれた。
最近になって思うのは、出会ったばかりのひろみが怒りっぽい性格だったのは、俺と出会うまで他の男と結婚させないための運命の采配なんじゃないかということだ。もしかすると美香子が天国から俺たちを見守っていて引き合わせてくれたのかもしれない。これが俺たちの馴れ初めです。